はい、皆さんこんにちは。今日は山形県の天童市にやってきております。こちらの町は山形県の東部にございまして、人口は約6万2000人。市内の中心部には天童温泉がございまして、山形を代表する温泉地。またこの天童は将棋の駒の生産でも有名でございます。この町の南には山形市がございますので、天童は最近ベッドタウンとしても発展しております。まあしかし、山形県内を歩いてみて分かることは、かなり人口が少なくて、こちらの天童市人口が6万2000人でございますが、この数字で県内での人口ランキングでは5位に入ります。将棋の町らしく、駅の構内には天童市の将棋資料館も入っております。この町全体が山形盆地の中央付近に位置するため、全般的に平坦な地形でございます。年間を通じて気候は温暖でございまして、冬の降雪量も意外と少ない。町の中心部には南北に JR と、山形や秋田県の横田市に向かうような国道13号線が走っております。こちらの方には少し小高い舞鶴山という山がございまして、こちらには昔天童城がございました。こちらの天童駅は奥羽本線とミニ新幹線であります山形新幹線が通っております。開業年度は1901年、明治34年でございまして、1日の平均乗降客数は約1400人でございます。それにこの天童という町は県内有数の名刹山寺立石寺に近いこともございまして、昔は山形県の観光の拠点とされることも多く、元来は温泉街を中核とした観光都市の性格が強かった。しかし近年は宅地化が進みまして、山形市とともに山形都市圏の一翼を担いまして、人口増加の基調を維持しております。そしてこの辺りが天童温泉街でございます。こちらの天童温泉は天童駅の東側にございまして、12軒のホテル旅館が存在します。こちらの天童温泉街の歴史は意外と新しく、1911年、明治44年に天童市にあります蒲田地区で井戸掘りをしていた際に温泉が発見されました。今年2021年で開湯が110周年ということになります。そしてこちらに天童の主要な産業、将棋駒作りの起源が書いてあります。こちらの将棋駒の起源は、江戸時代末期の天童藩の武士の副領まで遡るらしくて、家老の人が困窮する武士を救済するために将棋駒作りを奨励したそうでございます。今では天童の将棋駒のシェアは全国で 95% 以上というとてつもないシェアがございます。いやーすごいですね、将棋の街って感じがします。普通の道路にこんな感じで将棋盤がありまして、いやーこれはすごい。こうやって見ますと、なかなか昔ながらの大きな旅館ホテルがあることに気づきます。結構ありますね、なんか意外と規模が大きい。街並みも東北地方の一地方都市という感じがしまして、非常にのどか、そんなに高い建物はございません。はい、少し移動してまいりまして、こちらが舞鶴山、昔天童城があった場所でございます。こちらの天童城の説明を読んでみますと、どうやら南北朝時代から戦国時代の終わりぐらいまであったお城でございまして、その後は廃城、昔ながらの山城でございまして、どうやら石垣はないようでございます。そしてこちら、皆さん見覚えがあるでしょうか。こちらは天童市名物人間将棋の舞台でございます。毎年なんかニュースやってますもんね、なんか人が実際に鎧兜を着て将棋の駒になりまして、それで対決するという結構面白い企画。こちらが実際の場所でございます。初めは腕を曲げて肩の横、手を握ります。そしてこちらが山頂からの眺めでございます。舞鶴山は標高が約 240m でございまして、なかなかいいですね、眺望もこんな感じでよく見えております。
そしてもう一つスポット、こちらも舞鶴山にございます武伊佐夫神社という神社でございます。こちら結構面白くて、こちらの神社の御祭神は太政大臣織田信長と書いてあります。実は昔の江戸時代にこちらにありました天道藩は織田信長の血を引いておりまして、信長の息子信勝に始まるそうでございます。織田信長が死んだ後は豊臣徳川の世となるにつれて、織田家は冷遇、18世紀の中頃になりますとこちらの天道の方に国替えとなりまして、明治維新の際に天道織田藩は官軍に味方した功績で子爵に列つられまして、藩祖であります信長公には武伊佐夫の神の信号を賜り、明治3年にこの神社が建てられたそうでございます。こんな感じでそんなに大きな神社ではございませんけども、こちらが本殿でございますけれども、神社のなんか昔風の伊勢神宮とか熱田神宮にあるような感じの屋根でございまして、まあ神道の正式と言いますか、なんか位の高いような神社に行くとよくあるような屋根になっております。いやー、しかしこんな山形の天道の場所に織田信長が祀られているとは思いませんでした。信長もびっくりしてるでしょうね。なんかこちらの天道には信長自身何のゆかりもないわけでございますから、運命とはとても不思議なものでございます。